今回は、離れの住人、見えるふりをするのは良くない。最後の夫婦写真、紳士的なホームレス、という話を紹介します。ではどうぞ。これは親父から聞いた話。親父の同級生に住職の友人がいる。実家は由緒あるお寺だそうで、その檀家で起きた話だという。その住職曰く、心霊的な相談は年に1、2件ほどあるが、大抵は勘違いによるものがほとんどらしい。ごく稀に説明がつかないような出来事があるそうだ。今から20年ほど前、ある檀家から相談を受けた。先月、離れに住んでいた者が死んでから、母屋で変なことが起きるという。その檀家から、家の者が亡くなったという連絡もなければ、葬式があったという話も聞いていなかったことから、変だな、と思ったそうだ。その檀家は地区では比較的大きな農家で、母屋の隣に納屋と離れがあった。離れは母屋に比べるとだいぶ古く、一言で言えばボロ屋。てっきり無人と思っており、納屋と同様に物置かと思っていたそうだ。家柄も良く、法事の類は欠かすことのなかっただけに、今回の知らせは驚いたという。稲刈りの時期ということもあって忙しかったのかと、納得できる理由を考えながら向かった。その家に着くと、一目見て敷地全体が重苦しい雰囲気だったそうだ。九段の離れだけでなく母屋と納屋からも、異様の内部気味さを感じたという。玄関から土間を通って今に案内され、話を聞くことに。主人の M は住職に、離れには当園の者が住んでいたが亡くなって以来、妙なことが起きるようになったと言った。具体的には、誰もいないはずの部屋から声が聞こえる。足音がする、閉めたはずの戸が開いているなど。ああ、なんだそういう話か。どうせ勘違いの類だろうと思っていた。先ほど感じた不気味さも、住職自身の勘違いによるもので、お経を唱えて終わりだろうと高をくくったそうだ。では離れでお経をあげましょうか、ということになり、離れに向かった。と、離れの玄関が少し開いており、そこから男がこちらを見ていたそうだ。男は50から60代くらいの細めの男で、鋭い目つきをしていたそうだ。あんな人いたかな?と住職が思ったそうだが、ふと視線を外すといなくなっていた。離れに着くと主人が、また玄関が開いてる。とつぶやいた。鍵をかけたはずなのに勝手に開くんですよ。という、中に入ると、背筋が凍るような感覚を覚えたそうだ。二部屋ほどの小さな離れで、奥の部屋に古い仏壇があった。そこでお経をあげようと部屋に上がった瞬間に、数珠が切れた。住職の父から、そういうことがあったという話は、聞いたことがあったが、自分がそういう場面に出くわすとは、思いもしなかったそうだ。お経を唱え始めるとクラクラとめまいがし始めた。こんなことは初めてだったそうだ。お経が終わると主人は、ありがとうございました。とお布施を渡してきた。それを受け取り住職は足早に帰った。その晩、家に帰ると夜中に電話が鳴ったそうだ。出ると無言。いたずら電話かと思って切ると、またすぐにかかってきた。再び出るも無言。時計を見ると午前2時。立ちの悪いいたずらだなと思い、寝床に戻ると外から男の叫び声が聞こえたそうだ。何を言っているかわからないが、何かを叫んでいる。すると叫び声が笑い声に変わったそうだ。その男は笑いながら境内を走り回っている様子。父、いでも迷い込んだかと思い、竹ぼうきを持って境内に出ると誰もいない。住職の父親も、ただごとではないと起きてきたそうだ。先代も住職に、何か悪いものでも連れてきたんじゃないか?と尋ねてきたので、M さんの家に行ってきたことを説明した。先代も代々 M さん宅のことは知っているが、離れの人間のことは知らないという。とりあえず寝ることにした。次の日、M さん宅を先代と二人で訪ねた。M さんに、実はお寺でも妙なことが起きたと説明すると、M さんは住職たちに謝罪してきたという。檀家である以上、誰かが亡くなったなら、お寺で供養してもらうのが筋。しかし今回亡くなった当園というのは、M さんの腹違いの兄だというのだ。M さんの父親は地元ではできた人と評判だったが、表向きとは別に、裏ではかなり遊びが激しかったそうだ。博打や女、たびたび問題を起こしてきたが、そのたびに金で解決してきたという。離れに住んでいたのは、隣町に住んでいた女に産ませた子供で、男だったこともあり跡取りに考えていたそうだ。ところが M さん父に縁談が舞い込み結婚。すぐに M さんが生まれた。跡取りに考えていた妾の子供は、成長するにつれ、おかしいことに気づいた。今でいう統合失調症だったそうだが、由緒ある M さんの家に入れるわけもいかず、妾に手切れ金を渡して、関係を終わらせようとした。しかしその妾が納得せず、子供を認知するよう騒ぎ立てた。M さん父はだんまりを決め込み、女は日に日に捨てられたと狂乱するようになった。
半年ほどで静かになったと思ったところ、女は気が触れていたそうな。これ幸いと M さん父は安堵したそうだが、統合失調症の子供を抱えて将来を悲観したのか。それから10年ほど経って、子供と近くの川で心中をした。母親は亡くなったが子供は生き残った。さすがに不憫に思った M さん父は、その子供を離れに隔離して育てたそうだ。その子供は離れから出てくることはなく、3度の食事は M さん母が玄関に置いたそうだ。食事が終わると食器が外に置いてあるので、それを M さん母が片付ける。季節ごとに衣類を段ボールに入れて、同じく玄関に置いて渡していたそうだ。M さんも、たまに食事などを届けに行っていたそうだが、最後まで口を聞くことはなかった。たまに玄関の戸の隙間から、こちらを睨むように伺うことがあり、その目つきが怖かったと言っていたそうだ。M さんは、子供の頃から遠縁の子供と聞かされてきたが、M さん父が亡くなる直前に、その話を聞かされたという。しかし遺言に絶対に同じ墓には入れるな、と言われていたので、住職を呼ぶこともできなかった。M さんは住職たちに頭を下げて、どうにか供養してやりたいと言った。先代と住職は、無縁仏に入れてやったらどうだ?と提案すると、M さんはその提案を受け入れた。男の骨壺は離れの仏壇に置いてあったため、先代と住職は再度お経をあげた。触ってもいないのに、骨壺カラカラカラと音がしたそうだ。後日、無縁仏に埋葬したそうだが、それからしばらく、男の叫び声や走り回る音が境内からしたそうだ。四十九日が経った後、そういった現象はなくなったそうだ。しかし M さんの家では不幸が絶えず、M さんがその数年後事故で亡くなり、奥さんは病気で同年に亡くなった。残った三人の子供のうち、長男は事故で車椅子生活、次男は蒸発し、唯一無事なのは末っ子の長女だけという。私の小学生時代の同級生に、色白でロロッと細長く、冴えない印象の N という女の子がいました。N とは5年生の時に、初めて同じクラスになったのですが、以前より彼女は、霊感少女、だと吹聴していて、ちょっとした有名人でした。守護霊の声が聞ける、とも言っており、女子たちが占い感覚で。好きな男の子がいるけど、告ったらうまくいくか。ピアノをこのまま続けていれば、有名ピアニストになれるのか。といった他愛のない相談をしていました。ただ、以前同じクラスになった子たちからは、あいつインチキだろ。あの子の言うこと、ちっとも当たらない。と、評判が悪いことが多かったのです。遠足で山や川に行ったりした時も、あそこに霊がいる。大丈夫だよ、私が追い払ったから。などと言っていましたが、私には、ああ、本当は見えてないな、と、わかりました。私は、霊感体質、で、人には見えないものが見えるのですが、彼女の言うことは、ことごとく外れていました。いないのにいると言ったり、逆に私には見えていても彼女は無反応だったり、そもそもそんなにしょっちゅう、霊に出くわすわけがないのです。私は少し冷めた目で彼女を見ていて、関わらないようにしていました。ある日、班ごとの発表会の準備で、放課後までクラスの何人かが残っていて、その中に N もいました。作業に飽きた女子たちが、その頃学校で流行っていた、こっくりさん、をやり始めました。本当に10円玉が動いた、などと騒いでいる女子たちを尻目に、早く帰りたい私たち男子は、黙々と作業していました。おい、いい加減サボってないでちゃんとやれよ。という男子の声に、遊んでいた女子も作業に戻ろうとしたとき。ダメだよ、今やめたら、こっくりさんが怒ってるよ。それまで黙っていた N が大声を上げたのです。みんな何事かと注目すると。笑いながらやっちゃダメ、真剣にやって。ほら、すごく怒ってる、今三角三角ちゃんの後ろにいるよ。と、N はあちこち指を指して、まくし立てます。青い顔をしている女子もいましたが、その頃には、本当は霊能力などない、ことがバレ始めていて、半数以上はうんざりして N を見ていました。私は、またやってんなぁ、と思いつつ、作業していましたが、不意に悪感を覚え、目を向けると、教室の隅に、黒いもやのようなものがわだかまっていました。それが何かはわかりませんでしたが、あまり良くないものだと感じました。N は、しらけた空気に苛立っているのか。ほら、そっちへ行った。今、あんたのことを睨んでるよ。などと言いつつ、見当違いの方向を指さしていたのですが。今そこにいる。偶然、黒いもやを、ピタリと指さしたのです。途端にそのもやは、むくりと動き出して、N の方へ向かっていったのです。やばい、と思った瞬間、もやは N の首に巻きつきました。すると N は、キーエーと、まるで超音波のような奇声を上げて、白目を向き、ガクガクと体を揺らし始めたのです。
これは普通じゃない、と私たち数人の男子が抑えようとしましたが、すごい力で振りほどこうとします。女子たちは怯え、泣き出す子もいました。誰かが職員室へ知らせに行き、先生が駆けつけた時は、N の意識はなく痙攣を続けていました。他の女子からも気分を悪くする者が何人か出て、救急車を呼ぶ騒ぎとなったのです。集団ヒステリーということで、それ以後、こっくりさんは禁止になりました。N は数日休んだ後、学校へ出てきましたが、もともと信用をなくして孤立気味だったところに、悪霊に取り憑かれた女、として、さらに孤立を深めることになったのです。私は、あれは離れていったのか、彼女についたままなのかが気になっていました。私より霊感の強い、3歳下の妹に見てもらおうかとも考えましたが、あまり良くないものっぽいので、巻き込むのは危険だと判断しました。もう黒いもやは見えませんでしたし、おかしな気配もないので、大丈夫だろうと思いますが確信は持てません。彼女は懲りずに、その後も霊能をしゃぶっているので、気が進まなかったのですが、一言言っておくことにしました。N は一人でいることが多かったので、教室を出たところで、ちょっといいか、と呼び止めました。あまり見えたとか言わない方がいい、この間みたいなことになるかもしれないから、と提言すると、言いがかりつけないで、あんたこそ偉そうに、と、激高したのです。私はまだ低学年の頃、霊が見える、と周囲に話し、霊感があるやつ、と認知されていました。学年が上がるとともに、面倒なことになると学習し、その手の話はしないようにしていたのですが、たまにそれを覚えている友人がいて、こいつも霊感あるんだぜ、などと話題にすることがあり、彼女は私のことをライバル視していたのです。あんたこそ嘘つきでしょ、ほら、今後ろにいるのに気づかないじゃん。と、わめき続け、クラスメイトたちも集まり始めたので、面倒くさくなった私は、ああ、わかった、ごめんごめん、とその場を離れて終わりにしました。お前、あいつと何があったんだよ、などと、からかい気味に言われるのを適当に流しながら、やっぱり関わるんじゃなかったと後悔したのです。そのまま何事もなく卒業したのですが、N はかなり勉学優秀だったので、進学校の私立女子中学校に進み、普通に公立中学校に入学した私たちとは、縁が切れました。それでも風の噂では、中学でも相変わらずあの調子で、周囲から浮いてしまっていると聞きました。しかし、もう会うこともない元同級生です。時間が経つごとに、N のことはすっかり忘れ去っていました。それから年月が経ち、私が20歳になった時のことです。文化ホールで行われた成人式に出席しました。小学校や中学校時代の懐かしい顔と久しぶりに会い、話し込んでいると、おい〇〇、私、N がお前を呼んでるぞ。と、小学校の時、同じクラスだった友人が知らせに来ました。すっかり彼女のことを忘れていた私は、名前を聞いた途端に、あの嫌な出来事を思い出しました。告白かもよ、などと囃し立てられて不祥不祥、教えられた場所に向かいました。人気のない文化ホールの裏手で、N は待っていました。振り袖ではなく黒っぽいスーツを着て、髪は短くなっていましたが、顔立ちは確かに N でした。私を見ても特に笑顔を見せることもなく、ちょっともくれいするだけです。内心、やだなぁと思いつつ、久しぶり、元気だった？と、なんとか笑顔を作って、彼女の前に立ちました。お久しぶり、ね、あの時のことだけど。挨拶もそこそこに、N は挑むような目つきで、硬質な声色で切り出します。あの時？小学校の時よ、私のことインチキだって言ったよね、まだそう思ってる？はぁ？私が首をかしげると。私は本当に霊が見えるんだから。あれから私は、しょっちゅう金縛りに会うようにもなったし、周りには聞こえない声も、聞こえるようになった。今日だって見えない手で背中を押されたりした。私は霊能力者なんだからね。と、大声ではないものの、冷たい声で言い放ったのです。その時、あの黒いもやが彼女の首に巻きついているのが、一瞬だけ見えました。今のは気のせいか？立ち尽くしている私を見て、ゾッとするような笑みを浮かべると。私はあなたみたいな偽物とは違うの。そう言うと、背を向けて歩き出します。おい、待てよ。思わず引き止めようとした時、N は振り返りもせず。余計なことは言うな。と、彼女のものではない、男か女かわからないしゃがれた声で言うと、そのまま歩き去っていきました。あれから、しょっちゅう金縛りに会うようにもなった？周りには聞こえない声も聞こえるようになった？今日だって見えない手で背中を押されたりした？まさか、まだあれは N についてるのか？一体何の目的で？そうだとしたら N はこれからどうなるんだ？私は呆然として、彼女の後ろ姿を見送ることしかできませんでした。その後、N と交流のあった数名の女の子に、それとなく聞いてみましたが、
もう付き合いはなく、今の彼女の詳しい状況を知っている子は、いませんでした。高校、大学と、かなりランクの高いところへ入ったようですが、どちらでも、エキセントリックな人、として、扱われているらしいと分かっただけでした。それから10年以上経ち、N の消息や噂は聞こえてきません。本当に、何か、がついていたのか、ただ霊能力者を演じているだけだったのか、自己暗示のようなものだったのか、何にしても、好ましい状態ではなかったと思います。はっきりしているのは、見えないのに見えるふりをするのは良くない、ということだけです。お前、マジ無権顔だって。は？お前も無権だろ。別に気にすることはありません。陽キャグループの中では、意味のわからない言葉が流行るという、謎の風習があります。僕だってこの前、友達の一人に、無権、というワードを出されて、意味がわからないという顔をすると、同じ陽キャグループの友達らに、茶化されたことはあります。しかし僕が、お前ら、無権ってどういう意味で使ってんの？と聞いても、いや、俺もわからん。多分、ソータが初めに言っとった気がする。という答えが返ってくるだけ。そう、意味なんてどうでもいい。ただノリに乗る。それだけなんです。まあ、僕は、無権、なんて言葉は使いませんが、先週の土曜日、例の陽キャグループの友達、金上颯太、亀井、から相談を受けました。この写真なんやけど。颯太が見せてきたのは、一枚の写真。そこに写っているのは、二人の老夫婦のようなのですが、女性の方には、全体に黒いもやがかかっていて、男性の方には顔だけに、黒いもやがかかっています。これ、前に俺、じいちゃんが亡くなったって言ったやん。その時に、遺品整理しよる時に出てきたやつなんやけど。これ、じいちゃんばあちゃんが写っとるやつなんよ。汚れとかじゃないし、なんか気味悪いんよ。金上颯太はゆっくりと話し始めます。亡くなった、祖父のことについて。俺のじいちゃんさ。まあとにかくきつい人で、俺なんか小さい頃、何回か殴られたりしとったわけ。で、ばあちゃんが生きてた頃は、特にばあちゃんへの当たりが強くて、ばあちゃんが死んでから、俺とか、親父への当たりが強くなったわけよ。それに比べてばあちゃんは、俺のこと可愛がってくれてたし、自分の息子、ああ、俺の親父ね。親父のことも、溺愛してたらしいんだよ。でも、俺が厨房の時かな。ばあちゃんが死んだ日、変な夢っていうか、まあ、はっきりと覚えてるわけじゃないんやけど、夢の中にばあちゃんが出てきて、かなり嬉しくて、何話したかは覚えてないけど、結構楽しそうに話してたと思うよ。でも、最後にばあちゃんが、私は無権に行くからお前も来るんだよって、そこだけは覚えてる。で、お焚き上げの日、遺骨を骨壺に入れるやつ。あるやろ？あれが、ばあちゃんの時はなかったんよ。で、次の日、俺が遺品の整理しよったら、じいちゃんが俺のとこ来て、みなこ、ソータの祖母、が無権に行ったのは、お前のせいや。って言って、右手に持っていた酒の瓶を振りかぶって、近づいてきたわけ。そっからはとっくみ合いになったんやけど、まあ厨房にもなって、70超えたじじいに負けるわけもなく、その場はなんとか収まったわけ。お前には、血のつながった家族に、こ、されそうになるっていう気持ちは、さすがにわからないだろうけどな。そん時からかな？俺が本気でじいちゃんを嫌いになったのは。ソータはジュースを一口飲み、話を一段落させます。ああ、ごめんごめん。写真の話だったよな。お前、こういうの詳しいけん、なんかわかるかな？って思ってさ。ソータは無理やりな笑顔を浮かべながら、そう言います。これ以上は、あまり追求しない方がいいでしょう。しかしそう言われても、霊能力者でもあるまいし、いくらそういう話の類を知っているとしても、さすがに写真を見てもわかるはずもありません。とりあえず知り合いを通じて、そういう人脈には心当たりがあったので、一旦その写真を預かることにしました。次の日、僕は部活の OB である木本さんの人脈を借りて、木本さんの知り合いである、霊能力者の人に直接会って、その写真を見せることにしました。この写真は、あなたのご遺族ですか？いえ、友達に頼まれて。では、はっきりと言いますが、この写真に写っている男性は、地獄に落ちてしまったのでしょう。そしてこの写真の黒いもやから見る限り、この女性が男性を連れて行ったのでしょう。それと、友人の会話の中で出てきた。無権、というのは、昔の言葉で地獄とも読みます。多分そういう意味だと思いますが。それと、その友達の言っていた夢の話？その話が本当なら、おじいさんは友達の代わりに、地獄に連れて行かれたということになります。それと、お焚き上げの時に、遺骨を骨壺に入れなかった、という話がありましたが、ここでは詳しくは言えませんが、本当にあるんです。その亡くなったおばあさんの、愛という呪いの対象を、
自分に移したという形になるのでしょうね。その話をソータに言うことを、僕は少しだけ躊躇しましたが、結局は全てを、いや、全てではありませんが、話すことにしたんです。しかし、おじいさんが地獄に行ったことをソータに伝えても、そうか、と、言うだけ。しかし、おじいさんがソータの身代わりになったという話は、まだ話せずにいます。話終わった後、二つのことを思い出したからです。一つは、無権、無権と騒いでいた、陽キャグループの友達との会話。いや、ソータが初めに言っとったよ。ソータ？そそ。いやーさ、なんかソータがトイレで、あんなじじい、無権に行けばいいんだ。って、でさ、ソータ茶化すつもりで言ってたんだけど、あいつ何も反応しねえからさ。そして、もう一つ。霊能力者との会話。少し気になったんですが。どうしました？いや、友達の夢の話。本当にそれで終わりですか？続きとかは。いや、続きとかは特には。その、呪いを自分に移すという作業の話に戻りますが、そのおじいさんが、その作業をした後、元の対象者であるソータさんの方の夢に、ある人物が出てきます。ある人物？はい。ですがそれは人によって異なるので、私には何も。しかし、そこでその人物にこう問われるはずです。お前の代わりに、〇〇が無権に行くが、それでもいいか、と。そこでどう答えるかで、その儀式の成功か失敗かは決まります。まあ、写真を見る限り、儀式自体は成功したのでしょうが。どういう、ことですか？申し上げにくいのですが、ソータさんが、おじいさんが地獄に行くことを、了承したことになります。だから僕は言えなかった。おじいさんがソータの身代わりになったなんて。自分が不幸になることを望むほど嫌われようが、自分の孫、息子を守る、高校生の僕にはわからないものです。親というものは。8年前、激務発給の仕事を辞めた俺は、しばらく抜け殻のような生活をしていた。やることないし、金もないしで、俺はよく近所の大きな公園を散歩していた。数ヶ月ほぼ毎日通っていたら、公園にいたホームレスのおっさんと、知り合いになった。そのおっさん、みすぼらしい格好はしていたが、言葉遣いは紳士的で知識も豊富。本当にいろんなこと知ってて、地理、歴史、政治、経済、哲学、数学、何でもござれ。話の内容を家でググると、どれも確かに本当だった。いつしか俺は、そのおっさんと話するのが、唯一の楽しみになっていた。出会って半年くらいしたある日、俺はおっさんが好きだという、ワインとチーズを持って行った。とても喜んでくれて、俺も嬉しかったし、とても楽しい会話をしていたんだが、縁もそろそろ終わりという頃、唐突におっさんが真顔になって喋り始めた。まるまる、俺、くん、君は優しいね。別にそんなことないですよ。いや、まるまるくんは誰とでも、分け隔てなく接することができる。これは、誰もができることじゃないんだ。違いますよ。バツバツさん、おっさん、だから、こうして話ができるだけですよ。誰とでもはできないです。うん。でも君は君が思っている以上に、人に偏見がない。それはとても尊いことで、私は君のそういうところが、とても気に入ってるんだ。まあ、よくわかりませんけど、ありがとうございます。君のおかげで、私も久しぶりに人間らしい会話ができた。お礼がしたい。これから言うことを、真面目に聞いてくれるかな？お礼？いや、されるほどのことなんてしてないですけど、話は聞きたいです。こんな意味合いと調子の会話だったと思う。その後の話は、はっきり言ってかなりぶっ飛んでいた。会話帳で書きたいんだが、長いのでいいか、要点をまとめる。まず端的に言うと、おっさんには未来が見えるらしい。能力について、おっさんには未来が少し見える。イメージ映像みたいに、その能力のせいで人生失敗した。どこでいつ誰がどうなるというほど、正確に見えるわけではない。大きな事象、大震災とか大事故、戦争なんかは、凄惨な映像が浮かんでくる。その事象が近づくにつれ、映像はより鮮明になってくる。映像の鮮明具合で、おおよそ時期がわかる。ただし、ずれることもあるらしい。身近な人やよく行く場所などの未来も見える。俺について、間もなく就職できる。早けりゃ今月くらいと言われた。しかし離職する。時期は言わなかったが、見切りも必要と言われた。近いうち結婚する。2年以内。当時彼女なし。ないない。と俺は笑ってた。しかし離婚する。時期は言わなかった。手を怪我する。来年。多分骨折。大きな事象について、大きな列車事故が起きる。1年以内。凄惨で死者10や20では済んでそうにない。大きな地震で津波が来る。10年以内。かなりでかい津波。場所がわからん。千葉？静岡？
日本で戦争が起こる。30年以内、大きな海戦。中国？ロシア？大体こんな感じ。お礼になってるかどうかはともかく、その予想がどうなったかというと、俺については一つを除き、すべて当たったと思われる。俺はその1ヶ月後にトントン拍子で、割と希望するところに就職。離職はしていない。ここが外れた。結婚はした。1年後、周囲に押されるような形でしてしまった。離婚した。3年後、嫁の浮気が発覚。右手を骨折。結婚直後に、酔っ払って転倒。ただ、離職もしそうにはなった。入社してすぐに直属の上司に嫌われて、3ヶ月後。ノイローゼ状態で辞める寸前だった。でも無職の苦しさを知っていた俺は、それこそ石にかじりつくように耐えた。そしたら、直属の上司が転勤。なんとか持ちこたえた。大きな事象については多分、二つは当たったと思われる。俺がおっさんから話を聞いたのは、2004年の秋。列車事故というのは、2005年4月の福知山線脱線事故のことだと思う。地震と津波については、みんなの想像通り東日本大震災だと思う。戦争については、まだ起きていない？と思ってる。おっさんは翌年の春頃までその公園にいたが、急にいなくなった。就職してからというもの、平日は帰りが終電近くとなり、土日も大体出勤。何よりノイローゼ気味で、自然と公園から足が遠のいた。それでも暇を見つけてはたまに行って、絶えない話をしていたんだが、1ヶ月ぶりくらいに行った花見真っ盛りの時期に、忽然と姿を消した。今、中国とのきな臭い報道が増えて、実は少しビビってる。戦争？なんてよぎり、いろいろ思い出して、誰かに聞いてほしくてたまらなくなった。あと、おっさんが今どうしてるかな？と気になってる。人柄が好きだったし、綺麗にすれば白髪の英国風紳士で、素敵だったと思う。一度でいいから、また会って話がしたいな。へえ、面白い経験したね。ちゃんとしたとこに落ち着いてるといいね、そのおじさん。興味深い話ですね。知性と品格を持った不思議なホームレスおじさん。本当にそう思う。もしかしたら、すごく立派なことされてそうな気がする。アンバランス感が半端なかった。戦争について具体的に教えてもらえませんか？長期戦になるのか？とか、日本は勝つのか負けるのか？とか。戦争についてはまだ先だったようで、勝敗は愚か、相手さえ分かってない感じだった。今となっては、一番聞いときゃよかったと思う。正直、戦争なんてあまりに荒唐無稽でピンとこなかった。当時、いや今もだろうけど、次の大地震は東京に来ると思ってたから、おっさんの見えた津波映像がどこなのか？ってことばかり聞いてしまった。でも、戦争について少し言ってたのは、あれだけ撃ち合えるんだから、日本も相当な軍を持ってると思います。小泉さんがそうするのかわからないけど、強いリーダーが台頭するのでしょう。早晩、政権が変わるのかもしれません。政治には関心を持ってください。ってなことだったと思う。他に何か思い出したことがあったら追加情報、希望。強いリーダーのこととか、専守防衛なのに、あれだけ撃ち合えるほどの戦闘になった経緯とか、当時は撃たれても撃ち返すなって、風潮だったからな。何か思い出せればいいが、多分戦争については前述くらいのことしか、話してないような気がする、すまん。どこに書こうか迷ったけど、ここが一番受け入れてくれそうなので書きました。信じがたい話で、元嫁以外誰にも話したことがありませんでした。出し切って、自分としてはかなりスッキリしました。信じてくれた人もそうでない人も、呼んでくれてありがとう。地震や電車事故は、話に聞いた通りだったの？列車事故はかなり合ってたと思います。俺が、山で土砂崩れか？とか、トンネル崩落か？って聞いても、はっきりと、違います。都心に近いかもしれません、と答えてた。かなりひどい光景だったようで、あまり描写は言わなかったけど、脱線したんだろう、という話。原因まではわからないと言ってたが、おっさんは、テロの可能性もあります、とは言ってた。震災はおっさんがかつて行ったことのある、千葉沿岸部という気がすると言ってた。でも、少し自信なさそうだった。防波堤を乗り越え、川を登ります。おそらくかなりの家が飲み込まれるでしょう。ここで俺が、静岡方面ではないか？と余計な横やり入れたもんですから。おっさんも、その可能性もあります、となって、その後場所特定に走ってしまった。もう少し黙って聞いていれば、もっと貴重な情報が得られたかもしれません。アホでした。総じて、聞いた話と乖離してなかったように思いますが、まあ、俺が都合よく、脳内補正している可能性もあります。話は以上となります。コメントをしていただけると、動画制作の励みになります。チャンネル登録と高評価もお願いします。
ご視聴いただきありがとうございました。次回の動画をお楽しみに。